はい、今日もですね、セブンナイツの方やっていきたいと思いますが、今回の動画は前回の動画の中でカルマを引いたんですけれども、まあ、そちらの育成を行って、あとパーティーの中に編成してみたいと思います。まあ、34の銀なので、まあ、正直微妙っちゃ微妙なんですけれども、まあ自分のパーティーの中にカルマを入れることによってちゃんとそのパーティーとして機能するのかっていうところの指針にはなると思うので、まあ、そのあたりを、まあ、目的として育成していきたいと思います。でね、まあ、このパーティーで、まあ、十分やっていけるということになれば、またね、カルマも、まあ、引いていこうかなとかと思ってますね。はい。はい。じゃあですね、まあ、カルマをどんどん育成していこうかなと思いますけども、やっぱりお金高いね、20万って。すごいな、20万ってね。いや、高い高い。とりあえずこれでレベル30ですね。いや、ちょっとね、お金やっぱかかるよね。結構かかる。素晴らしい。次のクエストが進まなくなるから、でもイベントのおかげで逆にプラスになっていくな。良い知らせだといいですね。いいね。はい。で、まあ、この状態でですね、カルマちょっとね、やっていこうかなと思うんですけど、フィーナか。フィーナで、いきますかね。限界突破する。32。いいね。はい、どんどんねレベル上げて32で、さらに、ここから限界突破しますと。よし、 OK。 ほい、カルマを背負う、カルマを背負う。 OKOKOK、 君ならやってくれると日々の実績を進めるでこそ。次々お金がめっちゃもらえるね。イベントいいね。で、良い知らせだといいですね。ショップでいいか。ちょっとめんどくさいわ。トパーズでね。もったいないな。まあいいか。とりあえずこれぐらいでいいでしょう。34の銀か。うん。ちょっと足りない。なんか大成功とか出えへんかな。うわ、微妙。うん、うん、そこそこ2300。まあ装備一切つけてないんでね、今ね。で、これはね、カルマどっちにしようかなっていうのもあるんですけど、防具か武器か防具か。で、武器拡張にね、でも一旦はしとこうかなと思いますね。長持ちしてもね、攻撃力がうちのパーティーやっぱり足りない部分もあるんで、やっぱりね、そこは攻撃力を上げておきたいっていうのはありますね。34の銀にしましょうか、一旦は。うん、いいでしょう。このパーティーの中に、どうやってね、まあ、カルマ入れていこうかっていう話なんですけど、もともとアリエルがいたところにカルマを入れましたと。まあ、アリエルもね、暗闇持ってるので、まあ、ちょっとね、捨てがたいっていうところもあるんですけど、どうしてもね、パッシブがもったいないなっていう、このパーティーやとアリエルのパッシブは出ないので、ちょっと一旦アリエルを外して、まあ、ネロでやってみると。で、最終的にネロも、いなくなる可能性はありますけどね。で、とりあえずこれでやってみるっていう形かな。で、カルマの武器は、敏捷。敏捷クリティカルでいいような気がするんですけど、まあ、ちょっと一旦ね、敏捷でいき、危ない危ない危ない。
便乗便乗でいきたいと思います。危ない、上書きするとこやった。怖っ、怖いね、このシステムで。 HP のやつは適当にちょっと、こっちじゃないな、もったいな、あ、こっちでもいいか、とりあえずこれでいいか、うん、で指輪もね、最終的にはドッグかん、うん、ドッグ暗闇、じゃあ感電暗闇っていうのがあるんで、まあそれにしようかなと思うんですけれども、まあつけなくてもよかったかな。いや、で攻撃のクリティカルダメージ上昇とダメージ量上昇 20% 上昇と、あとクリティカル率でいいかな。ブロック、ブロックとクリティカル率で、まあちょっと迷うけど、クリティカル率っていうか、まあでもクリティカルダメージ入れてるから、やっぱクリティカル率一緒に入れといた方がいいよね。一旦ちょっとこれでいきますか。うん、3867、1884、869か。うん。ちょっとね、これでルーンを振っていくっていう感じにしますかね。はい。ちなみにですね、まあ、ルーンの方はガチャ引いたことによって2400個まで、溜まってますね。うん、めっちゃ溜まる。うん。ガンガンちょっと引いて、ルーン集めていきます。はい。ということで、引き切りました。めっちゃしんどかった。2400個もね、この一般レアルーン引いたんですけど、めっちゃしんどかった。もうちょっとなんか、個数指定して、引けるようにしてほしいですね。めっちゃ溜まったね。で、こんだけ引いて、レアルーンはそんなにね、溜まってへんのや。はい。ちょっとね、これで、ルーン突していきたいと思います。SP ルーンをちょっとね入れてもいいかなと思ってるんですけど、とりあえず、これでやっていくか。やっぱお金のね消費が尋常じゃないっていうのもあるし、5100ぐらいか、5100止まりなんやね、HP。魔法力は2200止まりっていう感じか。もうちょっとね、貫突まで行きたかったけど、ルーン。防御はいけるかな？はい。魔法力以外は全突。ルーン全突しましたが、まあやっぱりね、攻撃力、魔法攻撃力やっぱり低いですね。ちょっとね、2234やから、まあ34の銀やから仕方ないっていうところもありますけれども、ちょっと低いね。だけどまあ、もともとね、僕はアリエルとネロに関してはルーンを一切振ってなかったので、まあの攻撃力に関して言うとまあほぼ同じなんですよね。ただまあアリエルのパッシブがなくなるので、同じぐらいのレベルで許されるのかっていうところはありますけど、一旦はね、ちょっとこれで、試してみようかな、パーティーね。これで機能すればいいけどね。一応カルマのパッシブとネロのパッシブで一応、強く、防御力は高まってますという状態ですね。ただ、最悪ネロは、ちょっとルディを鍛えて、ルーンでルディを鍛えて、まあ、HP6000 ぐらいしか多分ないと思うんですけど、HP 上昇つけても多分6500とかそれぐらいしかないと思うんですけどね。34の銀、武器なし。で、ちょっと入れてみて、試してみようかなと思いますが、まあ、やっぱり正直微妙な、編成になってきたかなって思いますね。まあ、ちょっと一旦これでね、試してみないと何とも言えないですけどね、アリーナとかで。ちょっとこれで試してみこうかなと。はい。ということで、まあ、ちょっとだけね、ちょっとだけアリーナやってみようかなと思います。今週は、ほとんどめっちゃサボってて、全然上がってないんですけれども、31戦しかしてへんね。ちょっとこれで、試してみようかなと思いますが、アリエルのところをカルマに変えるということですね。いやー、どうかなこれ。
ちょっと行ってみますか、これで。OK かな。まあ一応、宝石はね、HP の宝石がまだ突し切れてないので、HP 自体は5500ぐらいまでは上がるんじゃないかなとは思ってますけど、まあ、あれか、でも4300前半やと、ちょっとわからない部分なので、もうちょっとね、上がったところでも試してみたいと思います。でもやっぱり、カルマに結構当たることが多いですね。やっぱりみんなカルマ引いてるんですかね、まあ、優秀ですからね、パッシブはね。もうテオの通常攻撃は全部無効ですから、ああそんなにね言うほど高くもないね。やっぱりネロがちょっと防御力のルーン全然振ってないので、やばいっていうのはあると思うんですけど、ね、だネロも最終的には変えることになるんかな。このレベルの柔らかさやとかね、普通にルディにしちゃってもいいかもしれないですね。34の銀ですけれど、ブロックがある上にカルマのパッシブが効いてるので、まあそこそこね生き残れるんじゃないかなと思いますね。まあテオが結局は天敵なんで、まあでも固定ダメージもあるからね、まあどうかなというところありますけど。そういう時にね、有事に入るっていうのは、これは、あ、全然席かかんないな。今日の午前中に、フレンドと、あ、入ってるね。フレンドじゃなくて、バンバン入ってたんですけどね。あ、バンバン入ってたんです。こっちに入ってたってことですけどね。あ、凍結の、あれをつけたいな、免疫を。まあ、ちょっとこの辺りのマスター上がったぐらいと、あとまあ4500というか4600とか、まあその辺りでちゃんと今まで通り戦えるかっていうところがネックですよね。まあ自分の方にカルマは入ってるけど、向こうにもカルマは当然いますから、ネロがやっぱりやばいね。メリオダスの話はまだこれ、ちょっと柔らかいな。なんかすごい格好してんな。なんかこれ腕組んで気絶してるみたいな、スタイリッシュ気絶だ、かっこいい気絶だったな。はい、どうもありがとうございました。これは俺の戦いだ。やっぱ人権もちょっと上げたいっていうのかな。勝てると思っているのか。ゴールドが育成のね、育成支援でゴールドが結構手に入ってたんで、そこまでマイナスにならなかったね。攻撃を。これね、これがマヒン。やっぱ結構入りますよね、やっぱりね、低確率とはいえ。レビオダスはね、強いのが回ってますけど、やっぱネロのところやね、ネックは。ネロを何に変えるかっていうところですね、やっぱり。テオが暴れてる。選択肢がね、あんまりキャラクターがそんなにいないから、選択肢があんまりないっていうのがあるね。
でも3ターン免疫というのはね、やっぱり結構長持ちするし、ネロは回数免疫なんでね、やっぱり結構すぐ免疫が取れてしまう、剥がれてしまうので、やっぱり回数攻撃と麻痺があるんで、うん、なんかなかなかいいと思いますけどね。防御も上がるし、ただやっぱりルディでも試してみたいっていうのがちょっとあるな。だ上に行ってからルディが通用するのかっていうところがありますからね、うん、瞬殺じゃないのかっていう、全体攻撃っていうのか、うん、ね、複数人攻撃で単体は防げても、熱望の攻撃、お石化の方やね、対策してるから効いてないのか、やっぱり低確率やから全然効いてないのか。マジはでも結構やっぱ入る感じなんだけどね。いやでもこっちがやっぱ食らうときは結構食らうから、ね、マジ入ってるね、やっぱり。これは陣形崩されたとしても、陣形崩されたとしても一応パッシブは残るんだね、通常攻撃の。ネロ、ネロじゃない、カルメ。まあ最初に付与した、バフなんでね、陣形が崩れたとしても残り続けるということですね。ちょっと硬さが、ちょっと硬さが分からへんな。でも HP5000 は低いかな、やっぱり。もうちょっとやっぱ突しないと厳しいかもしれないですね。上の方でやるとすれば。まあもう、木曜日、金曜日、金曜日なんで、もう、だいぶやってなかったんですよね、アリーナ。だからまあちょっと普通のところよりもだいぶ下の方にいるんですけれども、多分今の時期だと4500とか4600になってるぐらいなはずなんで、よろしくお願いします。やっぱルディの編成はやっぱり多いね。だからやっぱ金曜日のこの4300前後あたりはまだカルマは入ってないよね。まだ引かへんよね、それはさすがにね。もうちょっと経ってからまあ32、34とか出てくる感じですかね、これやっぱり麻痺入るよね。いいと思う。そうですね、ちょっと4300体は一旦まあこんな感じっていうことですかね。あとまあ4600体で、どれぐらい、本当にね、そこで戦わないとあんまり意味がないので、やっぱりマスターに4600台を維持していく上で、やっぱりそこで戦えないとちょっときついっていうのもあるのでね。試しめないと分かんないですね。結構でもダメージもらうね。やっぱり単純にカルマとネロだけのそのパッシブやと、ちょっと厳しいっていうのはね。あ、このパーティーやとカルマが生き残ってる場合はカルマに来るのかな。気絶光人剣カルマがいないときはね、イチゴに飛んできたんですけど、確実に必ずと言っていいほど、これ今カルマに飛んできましたね。うわ痛いちょっと痛い。リンが一応もう免疫を剥がれてるかということは、おお、ギリノータやばいな、ね、
見たい見たい。ちょっと石化がね、メリオダスが強いな。メリオダスがほんと強いな。はい、どうもすいません、ありがとうございます。うん、ちょっと4300ぐらいは、うん、これぐらいにしておいて、うん、また今度ね4600の方で本当に戦えるのかというところをねちょっと試していきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。やっぱルーン突と、うん、やっぱり限界突破しないとちょっと厳しい部分もあるかもしれないですね、僕のパーティーの場合はね。はい、失礼します。